こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはキュートベルベットハッピードリーマー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してキュートベルベット花に立ちます。その後ろからはピアシャルマン。この馬も上がっていく構えです。さらにはサントマリーヌ10番ナシアントラベル、その後ろミッキータウン。後方から前に戻りましょう。先手を取ったのはハッピードリーマー。その外からキュートベルベットオレンジの帽子ピアシャルマン、その後ろその外から藤山インディー、内からはサンフォードディガーマウントスタイル、そのうちに続いています。内からはニュークリアディベート、その外からクリスタルアイス。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ハッピードリーマー先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 アグネスワールド伸びてきた。残り 100m、 アグネスワールド先頭、ワンシーコンダクト追いすがります。アグネスワールドわずかに、アグネスワールド体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アライドフォーシズ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。タイガーヒル前に行きそうです。アライドフォーシズそれに続いています。さらにはケープクロス8番アルムタワケル、その後ろでは前の方から、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアライドフォーシズ、その隣にタイガーヒル、その横にアルムタワケル、すぐ後ろにシーゲイト、その隣にシーズレジェンド、その外にケアレスアムール、マーベラスドミニオン、そのうちに続いています。その外にデザートプリンス、その外からマーベラスカラット、ピンクの帽子ステイシュア、その後ろすぐ隣にエアエクスプレス、その横にナイトシュバリエ、アマングメン、この馬もこのグループ、カワチシェル、後ろから最後方にプロコルージュ、 1000m を通過しました。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。この辺りで先頭が変わりました。ケープクロス、アライドフォーシズ、ほとんど差がありません。カワッチシェル、この位置は果たしてどうでしょう。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってタイガーヒル、タイガーヒル先頭、2番手はアルムタワケル、追いすがります。カワチシェル、まだ後ろ、この足色では厳しいか。あと 200m、 タイガーヒル先頭だ。残り 100m、 タイガーヒル、ここまでか。デザートプリンス、内から一気にアルムタワケル、デザートプリンス、デザートプリンス1着、2着にはどうやらアルムタワケル、勝ったのはデザートプリンス、見事な勝利です。こちらイギリスのドンカスター競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、
AM オペラ王前に行きそうです。ウェディングルート、それに続いています。さらにはアップオフ、4番クリスタルバレー、その後ろグロリーエミネンス、後方から前に戻りましょう。先頭はなんとなんと AM オペラ王、場内も大歓声。その外からアップオフ、その外にストロングメドウ、グラスイレブン、そのうちに続いています。その後ろからはスーパーパイロット、クリスタルバレー、そのうちに続いています。その外にファイブレディ、コンサートラピス、そのうちに続いています。内からはサイタラ、その外からアイシーブライト。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここでウェディングルート先頭に変わりました。グラスイレブン、ほとんど差がありません。ストロングメドウ、3番手 AM オペラ王、いい位置。果たして先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はエームオペラ王、残り 200m、 一気に後続がやってきた。エームオペラ王先頭です。このまま押し切るか。アーバンウィッシュかわす。2番手はエームオペラ王、アーバンウィッシュゴールイン。アーバンウィッシュ1着、2着は微妙です。勝ったのはアーバンウィッシュ、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。サンシャインストリート、前に行きそうです。キャッチアズキャッチキャン、それに続いています。さらにはシンフォニーウィンザー、2番ステイゴールド、その後ろ。では前の方から見てみましょう。サンシャインストリート、先手を取りました。その外からシンフォニーウィンザー、ステイゴールド、後位をキープ。その外からナチュラルエッジ、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはサンシャインストリート、2番手に2番ステイゴールド、緑の帽子シンフォニーウィンザー、その後ろ。すぐ隣にナチュラルエッジ、アロママイヤー、そのうちに続いています。赤の帽子宇治山ビクトリー、その後ろドリームウェル、すぐ後ろ。その外にリンドイーグル、ピンクの帽子キャッチアズキャッチキャン、その後ろ。その隣にマックスバトラー、優勢トップラン、すぐ後ろ。その後ろにクロスグレイン、さらにはキングオブシップ、最高峰にウィナーズチェスト。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、11番シンフォニーウィンザー、一気に先頭に立ちました。その外からサンシャインストリート、その外にトロットインディー、好位置をキープしています。ステイゴールド、ピンクの帽子キャッチアズキャッチキャン、その後ろ。すぐ隣にリンドイーグル、すぐ後ろにナチュラルエッジ、黄色の帽子ドリームウェル、その後ろ。各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からシンフォニーウィンザー、先手を取りました。その後ろからはサンシャインストリート、並んで8番トロットインディー、好位置をキープしています。ステイゴールド、その隣にリンドイーグル、内からはマウントウィングス、黄色の帽子ドリームウェル、その後ろ。すぐ隣にナチュラルエッジ、アロママイヤー、そのうちに続いています。前はシンフォニーウィンザー、トロットインディー、ほとんど差がありません。リンドイーグル、3番手ステイゴールド、いい位置です。先頭を捉えにかかります。先頭変わってトロットインディー、トロットインディー先頭。2番手はキャッチアズキャッチキャン、追いすがります。ステイゴールド、まだ後ろ。この足色では厳しいか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。トロットインディー先頭、あと 200m、 トロットインディー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。優勢トップラン、さらに突き放します。2番手はトロットインディー、優勢トップラン1着、優勢トップラン完勝。優勢トップラン1着、2着はトロットインディー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。優勢トップラン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったメジロカラーズ、メジロカラーズ先頭、2番手はジューントリック、先頭を捉えるか。さあフェアサーベル一気に来た、あと 200m、 メジロカラーズ先頭だ。残り 100m、 ジューントリック抜けた、メジロカラーズ一気に、メインシュア、メジロカラーズ、メジロカラーズ1着、2着にはどうやらエトワールチョイス、勝ったのはメジロカラーズ、フェアサーベル完敗です。着外に沈みました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はタイキリバー、タイキリバー先頭、2番手はタイキリバー、タイキリバーいっぱいになった。進行スプレンダーいい足、ここから勝負をかける。残り 200m、 先頭はキャニオンウォール、キャニオンウォール先頭、一気にフォートカイザー、外から一気にジムコート、キャニオンウォール、わずかにキャニオンウォール、体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のスピングラス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。オートリキャッスル、これはいいスタートを切りました。トムグリーン、この馬も好スタートを切りました。マイネル風船、前に行きそうです。マイネル風船競りかけていきました。内からはバヤスアゲイン、その外からマイネルクラシック、オレンジの帽子トムグリーン、その後ろこれに続いてキングヘイロー、並んで9番鶴丸剛、これに続くのがクラフトマンシップ、内からはボールドエンペラー、その外からオータムスパークル、緑の帽子クリムゾンイースト、その後ろ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、先手を取ったのはマイネルクラシック、
15番星雲スカイ2番手を追走しています。内からはオートリキャッスル、青の帽子マイネル風船、その後ろすぐ隣にジェイドウィンビー、その横にレーシンビーム、トムグリーン、この馬もこのグループシルキーシュート、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の星雲スカイ現在先団です。エーシンビーム前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から先手を取ったのはオートリキャッスル、その後ろからはマイネルクラシック、好位置をキープしています。星雲スカイ、エーシンビーム、それに続きます。内からはマイネル風船、その隣にジェイドウィンビー、内からはキングヘイロー、シルキーシュート、そのうちに続いています。その外に鶴丸強し並んで、13番オータムスパークル、スピングラス、この馬もこのグループ。京都競馬場3コーナー坂を上りそして下っていきます。ここで星雲スカイ先頭に変わりました。オートリキャッスルほとんど差がありません。マイネルクラシック3番手、さあ星雲スカイこのまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。星雲スカイ先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はオートリューキャッスル、あと 200m、 星雲スカイ先頭だ。星雲スカイ力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はエーシンビーム、星雲スカイ独走、星雲スカイぶっちぎりです。星雲スカイ1着、2着はエーシンビーム、星雲スカイ3冠達成、見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。Thank you.